YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。マッドラークスでジェイク役を演じます玉置玲央です。よろしくお願いします。すごい一言で言うと生真面目な青年っていう印象です。チャーリーとウェインとジェイクっていうその3人の関係性っていうのが非常に分かりやすいと思うんです。じゃんけんみたいな関係性になってて、2人とももちろん違う真面目さ、生真面目さみたいなものをきちんと持っているキャラクターだなって思ってます。他の2人と比べて頭がいいと思ってると思うんです。でも若さゆえに跳ね返った発言とか生意気なこと言ったりとかもするんです。チャーリーもウェインもジェイクなんだけど、なんか身体的に微妙な年齢の状態とか、まあ、例えば身振り手振りとか、それこそウェインとチャーリーとは違う体の使い方を一応心がけてはいます。なんかジェイクに限らずですけど、この登場人物、まあ、ドラッグスの登場人物っていろいろ抱えてる、その年代的にもこの物語が始まる前にも舞台上に何かを持ち込んでくる。チャーリーとウェインとは、まあ、明らかに一線を画す事情を抱えて舞台上に現れる。それはもちろん分からないように上演されていくというか物語が進むので、どういう秘密を抱えてて、どういうつもりでチャーリー・ウェインと接していて、それがどういう風に物語が進むにつれて明かされるのかっていうのが、ジェイクを追っかけて見ていく上で面白くなるんじゃないかな、楽しめるポイントなんじゃないかなと。そこがアピールポイントです。見てほしいところ、このゴーチブラザーズ 2.1、マッドラークスという作品はですね、我々が所属している、僕も田中将暉も長嶋圭三も所属しているゴーチブラザーズという事務所が一丸となって作っている演劇作品です。なんか元々は自分たちで外から人を呼ばず何かできることはないか、演劇制作舞台を作ってみるということで始まった企画なんです。なので、まあ、ちょっとある種劇団感というかファミリーのように作っている作品なので、もしよかったらお客様もその劇場で一緒に家族のようにこの作品を受け取ってくれたらいいなと思ってます。家族の一員になってもらえたらいいなと思ってます。お前とチャーリー2人になる。動画をご視聴いただきましてありがとうございました。ゴーチブラザーズ 2.1 マッドラークス、日々稽古に励んでおります。本番は9月29日から10月の9日まで下北沢のすずらにて上演しております。ぜひご覧ください。